続けて声を出して笑うようになり、怒るようになり、お座りするようになり、離乳食を食べるようになり、あっという間にいろんなことができるようになったスーちゃんを見ていて、ばあちゃん幸せでしたと笑い泣きの絵文字をつけてコメントしています。10日のブログでは、6ヶ月にもなるとずっしり重くなって、さらに体がしっかりしましたと一回り大きくなったすずちゃんの写真を投稿しています。リンさんも9日にブログを更新し、本当におめでとう、とにかくいっぱい食べて寝て、いっぱい成長して笑顔でいてくれるのがママとパパの願いですと、すずちゃんのハーフバースデーを祝福しています。ファンからも、すくすくのびのびと育っていますね、すずちゃんハーフバースデーおめでとうございます、愛があふれてますね。